サークルラインセブンティンでハーレム川を観光するロッカウェーショアにてヨーロッパ人観光客らコロンバスサークルの大道芸人の周りに集まる観光客ニューヨーク市の観光ではニューヨーク市の観光について解説するニューヨーク市には国内外から毎年約4700万人の観光客が訪れるニューヨーク市の観光の主な目的はエンパイアステートビルディング エリス島、ブロードウェイシアタープロダクションズ、メトロポリタン美術館などのミュージアム、セントラルパーク、ワシントンスクエアパーク、ロックフェラーセンター、タイムズスクエア、ブロンクス動物園、サウスストリート港、ニューヨーク植物園、五番街やマディソンアベニューでのショッピング、トライベッカ映画祭などのイベント、セントラルパーク内にあるサマーステージやデラコートシアターでのフリーパフォーマンスなど、 自由の女神像はアメリカ国内でも主要な観光スポットの一つだ。ジャクソンハイツやフラッシング、ブライトンビーチなどはショッピングスポットとなっている。ニューヨーク市には2万8000エーカー以上の公園や14マイル以上の公共ビーチが存在する。フレデリック・ロー・オルムステッドとカルバート・ボークスにより設計されたセントラルパークはアメリカで最も訪問者の多い都市公園である。 また、同じオルムステッドとボークスによって設計されたブルックリンのプロスペクトパークには90エーカーの牧草地が広がる。クイーンズのフラッシングメドーズコロナパークは市内で3番目に大きな公園で1939年及び1964年の万国博覧会の会場だった。街頭市やクリニチビレッジのハロウィンパレード。 ニューヨークマラソンなどの路上イベントにも観光客の注目を集めている。セントラルパークの西にあるラコタハウスエセックスハウスを含むセントラルパークから見た南側のビル群モーリス・ジュメルテでイタリア語について講義するガイドニューヨークカンパニーによれば2005年のニューヨーク市への外国人観光客が多い国はイギリス、カナダ、ドイツ、日本、イタリア、フランス、アイルランド オーストラリア、スペイン、ギリシャ、オランダである。ニューヨーク市には主な降落シーズンが存在しない。感謝祭、クリスマス、新年とその周辺を例外とし、観光客の数は1年中ほとんど同じである。また、ニューヨーク市のホテル利用率は国内で最も高い。世界金融危機の中でも比較的高いままだった。ジョージ・フェルティッタ率いるニューヨークカンパニーの 観光事務所はアルゼンチン、イギリス、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、メキシコ、オランダ、ロシア、スペイン、スウェーデン、日本、朝鮮、中国の14カ国にオフィスを持つ。ニューヨークカンパニーはニューヨーク市の観光統計の公式な情報源である。外国人観光客については包括的な統計を出し、観光業への影響をも調査している。 さらに、メンバーホテル、博物館、アトラクション、劇場、ストア、レストラン、待ち合わせ場所、サービスプロバイダーなどについての14の公式ガイドブックを出版している。観光ガイドが付き添うダブルデッカーのツアーバスやボートでは、マンハッタンやその周辺の観光スポット数箇所を訪れられる。また、1箇所を訪問するのにはタクシーが役立っている。また、市内では、 自転車のレンタルも行っている。歩いて観光することは、繁華街などを移動するのに最適な手段である。多くの観光客が自由の女神やエリス島など歴史的な名称を訪れている。他にも1931年に完成したエンパイアステートビルディングロケッツの本拠であるラジオシティミュージックホール、様々なブロードウェイのショー、第二次世界大戦の空母がある。 イントリピット海上航空宇宙博物館、セントラルパークのような美しい公園もある。また、一部税が課せられないニューヨークでは買い物客も多い。マンハッタン島を船で一周して水上から眺めるサークルラインもある。ワールドトレードセンターもアメリカ同時多発テロ以前は重要な観光地であった。このテロ事件はニューヨーク市の観光に大きな打撃を与えた。 完全に観光客数が戻るまで2年もの歳月がかかった。それまでは国内観光客が中心だった。ニューヨーク市の観光客の統計ハーレムでのニューヨークシティマラソンニューヨーク市には豊富な音楽の文化と歴史がある。そのため多数のジャズ、ゴスペル、ロックンロール、リズムブルースなどのツアーに参加することが可能である。音楽ツアーでは ハーレムやイーストビレッジが人気である。世界でも有数の料理が集まるニューヨークではフードツアーもある。料理は移民の影響を多く受けており多様である。ユダヤ人やイタリアの移民はベーグルやチーズケーキ、ニューヨークスタイルピザを生み出し有名となった。またアメリカでも有数の高級レストランもあり観光客は食べ物の面から ニューヨークの文化を知ることができる。さらに観光客はスポーツが目的の場合も多い。ヤンキースタジアムやシティフィールド、マディソンスクエアガーデンなどでは多くのイベントが開催され、ニューヨークシティマラソンのような路上でのイベントもある。ありがとうございます。